しまくって。サイエンスクッキング、サイエンスクッキング。やっぱね、夏といえば、はい、アイス。アイス。美味しいよね、冷たいの。そうですね。そのね、アイスを作る。アイスを作る。アイス作る。だけどね、普通にアイス作ると、うん、もう冷凍庫でさ、5時間とか6時間とか冷やすのにかかっちゃうの。かかっちゃいます、ね。ところが、わかります。そう、サイエンスを使うと、はい、もう最短時間、短く短い、とても短い時間で美味しいアイスを作ることができちゃうの。でも1時間くらいはかかるんですよ。ちゃちゃちゃ、のん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 、もっともっと短いよ。ね、じゃあ楽しみにしてね。本当、どのくらいで作るんですか。3分。3分。冷やすのがね、いやいや、冷やすのは1分。お、まあまあやってみましょうか。やってみましょうか。まずね、アイスの下地作りだね。下地作り、じゃあね、牛乳を入れます。今日はね、200人分作っちゃう。これ入れちゃっていいですか。200人分、200人分、ね、200人分いっぱい作ろう。もう食べたい人待ってるからね。子供の夢ですね。そうそう、あの、はい、200人分のアイス食べたいなと思ったよね。はいはいはい、はい、思ったよね。牛乳は5リットル。5リットル使います。そんなに5リットル入ります。この量ですか。入りました、ね、入りました。こんな、そう、そしたらね、はい、今回はちょっと本格美味しいアイスを目指してるから、はいはい、こちら生クリーム、生クリームをこの量1.8リットルぐらい、1.8リットルぐらい生クリームを入れます。すごい濃厚になりそうです。じゃあ元気くん、ちょっと混ぜちゃってください。こんな大きいのありますか。いいね。それで混ぜ、あー、やっぱり200人分だからね、はい、もうこれ給食一品みたいだね、はいはい、次、卵黄、卵の黄身、卵黄、これを8個、8個、これちょっと控えめにね。すごい。じゃあ8個入れまーす。あ、ここで混ぜてから入れればよかったね。そういうこと。まあよく混ぜてください。お、ちょっと丁寧にね、うん、非常にまた香りも良くなるんだね。そうね、いい感じになってきました。ではこのままだとね、ちょっと甘みが足りない。甘みが足りない。甘くて冷たいのがアイスクリームでしょ。あ、そうなんですね、うん、砂糖を入れましょう。1キロ、1キロ、すごい量入れます。はい、うわ、1キロ混ぜますか。入りました。じゃあ混ぜてください。はい、混ぜます。うわー、よく、すごいわ、美味しそうですね。美味しそうでしょ。 OK、はい、さあ、これで準備完了、固定液体できました。はい、これをあとは、あの、空気入れながら冷やすとアイスクリームになっちゃう。はいはい、こっからが何時間もかかるんだけど、1分かな。こちら使います。こちら、これは液体窒素。液体窒素。もう温度はね、-196度。おお。ふわ。真っ白。このマイナス196度の液体窒素を入れながら混ぜると、はい、一気に冷える。一気に冷えて、あっという間に美味しいアイスクリームができちゃう。入れようか。いきますよ。混ぜればいいですね。はい、混ぜてください。いきます。はい、混ぜて混ぜて。硬くなってきたでしょ。うわぁ、全然硬くなってない。お手に引けないわ。で、このダイナミックでしょ。ほら、ブク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 してる。ほら、ブク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 。うわぁ、ね、これが空気というかね、気泡が入って美味しくなってるんですよ。どんどん出しましょう。今このアイスの音がね、どんどん出てきてるからね。あ、はい、アイス君頑張って。はい、もう切れるよ。なってきました。大丈夫、その後に美味しいアイスが待ってるから。頑張って。これ大変なことになってますね。あー、待って待って、いえー、こんなのきた。こんなアイス作り見たことないよね。ね、これはかっこいいでしょ。はい、おーおーおー、いいねいいね。よしよし、まだもう少しですね。いい具合にね、ほら、ちょっととろみが出てきたね。はいはい、とろみ出てきました。じゃあこっから最後の仕上げ。じゃあ一気にいっちゃうよ。はい、いけー、いきまして頑張れー。あ、あの、もう無理。大丈夫、まだいける、まだいける。頑張れー。はい、よいしょー。これよく混ぜないと、よく混ぜないと、部分部分凍っちゃうからさ。わかりました。うん、しっかり混ぜて。頑張れ。来た、いいねー。おお、来た。クリーム状になってきました。あ、これ、よいしょー。体力勝負ですね、これ。アイス作りは。
その先に美味しいアイスが待ってるわけだよ。そういうことですね、これ、うん、努力なくして、はい、美味しい、いい感じ、アイス来ないからね。はい、じゃあ最後の仕上げ頑張れ。最後の仕上げいけー。カッタはいよ、カッタ、さあもうそろそろいいでしょう。これでアイスの出来上がり。すごい量、この時間わずか3分全部できた、はい、さあアイスっぽくなったね。すごいですね、本当にアイスなんですかね。じゃあ、あとは食タイム、食食べてみましょう。待った、もう待ちない、待ったね、食タイムですよ。美味しそうですね。じゃあね、はい、盛り付けようか。これですか、うん、大きなお皿ですね、これ、うん、いやこれでさ、こうやって盛っててもさ、はい、時間かかるから。そうですね、1年前。はいよー、うわー、でかっ。はいよー、アイス、いっちょー。うわー、はいよー、おいしいよー。うわーっとー、重っ。はい、このアイスできたってヒリヒリよ。おおー、重っ。わーいはー、はい、大量。よいしょー。すごい、はい、夢にまで見た202枚のアイス食べ放題よ。これはすごい。はい、おお、出来上がりー。でかー、よし、でかっ。じゃあ元気で食べてみて。食べていいですか。うん、じゃあ持っとくから。うわー、美味しそう。もうドバッと思い切って、ドバッと思い切っていただきます。うん、おいしい。美味しいでしょ。もうふわふわで、ふわふわ、普通のアイスよりめちゃくちゃ美味しいです、これ。そうでしょう。あの中でね、液体窒素が蒸発して窒素ガスになるから、うん、こう空気が混ざるっていうのかな、カツに混ざる、うん、ふわ、それでふわふわ食感になるわけよ。そういうこと、ふわふわですね。そうおいしい、ね、こんな風にあっという間にサイエンスの力を使えばアイスクリームを作ることもできちゃいます。ぜひ皆さんも液体窒素を手に入れて実験してみてください。液体窒素ないですけどね、なかなか。ないね。ないですね。まあ見るだけで、見るだけ。実験大成功。大成功。